教習オペレーターの基準は厳しいよ。私の動きについてきて。この辺温度が低すぎるかな。命を奪うようなことはいたしません。ターゲットファイル。もしどこかが急に発火したら、それはただの副作用だからね。言われなくてもこれかまがん。私たちは暗い霧を晴らし、光が差し込むのを待つ。より良い明日を待つんだ。